どうなった？第二控え室来たよ。みぬきちゃんいるのか？ガチャ。お、早かったね。感心感心。あれ？みぬきちゃん無事だったのか。よかった。抱きしめろ。くくくくくくく。あはは、泣かないで驚きさん。泣いちゃった。泣いちゃった。くそ、キタキツネ一家のやつらめ。やっていいことと悪いことがあるぞ。今すぐ、訴えてやる。待って、落ち着いて驚きさん。さもないと、え？あ？何それ何それ。え？うわー、なんだ？え？びっくりしました？え？みぬきちゃんの仕業だったの？単独犯だったんだ。これ、みぬきの得意芸、帽子くんって言うんだよ。あ、帽子くんです。よろしく。毎晩ビビルバーのステージで大受けなんだから。度胸ある？この女。恥ずかしながら大受けです。ね？どう？こらー！やっていいことと悪いことがあるぞ！今すぐ、訴えてやる！何言ってるんですか？訴えられるのは驚きさんの方じゃない。昨日、滝田さんのお父さんと約束したじゃない。必ず息子さんを助けるって。でも、あの証言に矛盾はなかった。弁護士の俺に何ができるって言うんだよ。判決が言い渡されたらおしまいなんですよね。止めるためだったら見抜き、何だってやるんだから。さすが、何でも事務所。見抜きちゃん。驚きさん聞いて。もしかしたら無駄かもしれないけど、これしかないの。え？見抜きには、見える。あの人の心の動きが。見える？心の動き？思い出してください。あの証人が矛盾した証言をした時のこと、全部。え？今までの矛盾？全部だって。え？ちょっと収録日が空いちゃったんだよな。え？矛盾？あ、じゃあ覚えてることにする？一応覚えてると思うけど。矛盾？落っことしたものだっけ？度数をピストルだと間違えて、二発っていうのは別にいいんだっけ？あの人は2回曖昧で自信のない証言をしました。あ、携帯電話の下りも？そして2回とも矛盾していたんです。そうだっけ？ああ、そう、点々点的なことね。あった気がする。そのままピストルを投げ捨ててスタから逃げていきましたよ。犯人が手にしていたのがピストルだったかどうか。あの人は自信がなかった。だから矛盾した。え？そうだけど、それがどうしたの？気がつきませんでしたか？自信のない証言をするとき、あの人は必ずある動きをするんです。え？ペラペラペラってこと？ペロ。ペロ。男は手に持ったそう、ピストルを。ん？ピストルという言葉を発する一瞬だけ。あの人は指に力が入って、本のページをいじっていました。そんな細かいところ？そんなの見えるわけないよ。見抜きには見えるんです。だからこそパパは。ボルハチで7年間、ポーカーで負けたことがなかったんです。なるほどくんにそんな特技があったっけ。え！動揺？大勝負の時はいつも、みぬきが隣に座って見てたの。みぬきには、全部見えた。相手の心の動きが、すげえ。全部見えます。
まさか、なるほどさんはそれで勝ってたの？相手の手札を覗くわけじゃないからズルじゃないし、もちろんいつも見てるわけじゃありませんよ。え、でもみぬきちゃんがそれすごすぎない？パパポーカーは得意だから、でも無敗なんて無理でしょ。でも、そんなこと言われても、信じられないよー。もう一度あの人の証言を聞いて、違う。証言を見てください。証言を見る。俺には無理だよ。できっこない。あ、できっこないよ。やらなくちゃ。できます。できます。パパが言ってたから、驚きさんにはその力があるんだって。なるほどさんが、証言を、人の心の動きを見る。もう時間です。見抜きには他に方法が思いつかないから。改訂前、この子は言った。今日はなるほどさん来てないんだ。足の古傷が痛み出したからって。見抜きがいれば大丈夫だろうって笑ってたよ。ああ、言ってたね。大丈夫。あの言葉はこのことを言ってたのか？この子は自分にできることを精一杯やってくれた。俺だけ逃げるわけにはいかない！行こう！働きさん！なんか、俺にもできるような気がしてきたよ。なんかな。見抜きはずっと、そんな気がしていました。じゃ見抜きちゃん！まだ出会って日が浅いのにその信頼。あ、それから、ん？あ？ああ。帽子くんのこと、いい感じでごまかしておいてくださいね。帽子くんです。よろしく。やれやれ。帽子取ったみぬきちゃんめっちゃ可愛くない？こういうの可愛いよな。メガネ取った女の子とか。すっと。髪の毛結んで、いつも結んでるのに、下ろしたらドキッとする。あんな感じに似ています。余談ですが。それでは審理を再開します。はい、大丈夫です。ん？お隣のお嬢さんですが。あ、見抜きですか？何か報告することはないのですかな？先ほどのシルクハットの怪人について。あ、いえ、俺の方でちゃんと話をつけましたから。話を？はい、だって俺、弁護士ですからね、訴えました。あれは不思議な夢、ひとときのイリュージョン。なんだ夢か。そう思っておけばいいのさ。そうだよね、お嬢ちゃん。気づいてますね、あの検事さん。気づかれたか。あのクールな感じなんか腹立つな。とにかく結論を聞かせてほしいな。パチ。パチ。今日。ああ、なった。よし。このお利口さんをどうするのか。え？断罪。あ、それですけど、もう一度尋問やり直します。聞き忘れたことがありますから。そうなんですよ。先ほどのこの証人の証言に問題はありませんでした。時間稼ぎは認めません。そのつもりで。なんすか？はい。忘れないで、驚きさん。あの証人は、動揺するとページをいじる癖があることを。だからって、今いじってない？大丈夫？力入ってない？今はまだ。こっからか。犯人が逃げるのを止めることはできませんでした。ここは大丈夫。現場を離れてはいけない。私はそう思ったのです。あ、そうそう。だからそう。警察に携帯電話で通報しました。ここもなんか、だからそうってね。10分後、警察が到着するまで現場には誰も来ませんでしたね。あれ、驚きくんの、見える像が発動しなかった。証言を見る。そんなこと俺にできるのか？もう終わっちゃったよ。集中してみましょう。どこかに弱点があるはずです。集中と言われても。耳は言葉を聞いている。目は表情を捉えている。もっと全ての感覚で証言を捉えるんだ。嗅覚。くん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 。ドキ。
な、なんだ俺の腕輪が、脈拍が、腕輪そんな、それ呪いの宝具だったの。なぜだ、腕輪が、いつもと違う感じがする。まるで、俺と一体化して生きているような。やっぱり、パパの言った通り、驚きさんにも見えているんですね。弱点のある証言を探して、驚きさんならできます。なぜかはわからない。でも、この腕輪が何か教えてくれる気がする。時間稼ぎは許されないんでしたっけ？じゃあ、まあ、聞いたしな、さっきな。じゃあ、ここでやってみるか。また！事件を目撃してすぐ通報？あれ一緒やね。まあ、警察に記録が残っています。あ、一緒じゃないね。調べてもらえればよろしいでしょう。待って、驚きさん！きっと、この証言です！はっ！もしかして、癖のことかい。忘れないで、驚きさん。あの証人は、動揺すると、ページをいじる癖があることを。この証言かい？そして、今回の証言で彼が本を開いているのはここだけだ。すごい話だ。つまり、ここに癖が隠れているということだ。なぜだか理由はわからない。でも俺にはわかるんだ。ん？何ですか？この腕輪が今、いつもと違う。まるで、100トンの重さがあるような感じで、重たい！彼の何かに反応しているように感じる！腕輪ですか？なにこれ。ああ、みぬきちゃんの頭上でくるくる回っているわ。それを見つめているわ。腕輪ですか？俺はまだみぬきちゃんの言う集中の意味はわからない。でも、この腕輪の反応を信じてみようと思うんだ。腕輪が鳴ってる！ X で反応している腕輪に触ってみるんだ。お体に触りますよ。ピト？あ、カラコン？なんだこれ！証人の顔が、表情の動きが頭の中に入ってくる。他のものは見えない。そして聞こえない。過集中。驚きさん。はっ。みぬきちゃん、これは一体、頭の中に、脳内に直接、それが集中するということなんです。これが？集中。今の驚きさんなら見えるはず、証人のすべてが。でも、これはちょっと、自分でも気持ち悪いよ。朝ごはんまで丸見えだぜ。目玉焼きを食べたんだ。とにかく今は証人の癖を探らないと、覚えてますか？確か、自信のない証言をするとき本のページをいじるだっけ。そうです。驚きさんは今証人の顔を見つめていますね。それはものすごい目つきで。嘘、ちょ、写真撮って。まあそうだろうな。めっちゃ血走ってるし。その視線をまず証人の手に移してください。手に？今回は癖がわかってますから、彼の手を視界に入れてください。これ後々ちゃんと、自分が見ないといけないのか？すっごい装飾が施された証人とか出てきたら、どこどこどこってなんのかな？確かに今あいつの顔しか見えていない。恋、みたい。視界を操作か。とにかくやってみよう！まあ、この間、0.5 秒ぐらいなんだろうな。どこかな？お耳かな？このパクパクしてる。セクシーなたらく唇かな？結構範囲広いね。この小指かな？いいですね。これで準備ができました。準備って何の？証人の癖を見抜くんです。見抜く。今度は証人の言葉に耳を傾けましょう。そして、癖を見つけるんです。つまり、彼がページをいじる瞬間だね。そう、その癖を見つけたら、そこで X を押して見抜くんです。弱点をつけば、必ず勝負の流れは変わります。流れね。さすが勝負師の娘さんは違うね。
見抜き、マジシャンですから。え？彼の言葉に集中するんだ。そして彼の指の動きに。見抜き、マジシャンですからって今、そう、通り通ってたかな。見逃しても大丈夫。何度でも探すことができますから。え？よし、やってみるんだ、驚き宝助。は？だから、そう。ん？携帯電話で通報しました。え？瞬間があるのか。そう。警察に、携帯電話、ん？見抜く、ん？携帯電話で決定ってこと？え？は？ん？え？な？今、確かに、確かに俺には見えた。いきなり何ですか？脅かさないでくれたまへ。河津さん、ではお聞きしましょう。なぜ今、本のページをいじったんですか？いいでしょう。携帯電話という言葉を発するときに、何を言うんだ？どうやら、詳しく聞かせてもらった方がいいみたいですね。携帯電話について、あら、こんなことしていいの？さて、何を聞くべきか。携帯電話の電話番号を聞く。てか LINE やってる？何を聞くべきか？でもこちらの法定記録に携帯電話入っちゃってるんですよね。なんかあれが怪しい。携帯電話見せてもらうことって可能ですかね？河津さん、携帯電話を見せていただけませんか？え？なんで？どうして？それは見せてもらえればわかりますよ。それがその、今は持っていないので。持っていない？このご時世に？河津さん、あなたの携帯電話、こいつじゃないですか？いやー、突拍子ねー。それは、どうして？これって、昨日。まあ、あってもいいと思うけど、これ携帯電話だな。タイヤの下に落ちてますよ。自動車が動いたら踏みつぶしちゃいます。この家の人のものかな。おかしいですね、河津さん。はっ。あなたの携帯電話がなぜここにあるんですか？ちょっと待ってください。一体どういうことですか？この携帯電話は昨日拾ったものです。うかり外科医院のガレージで。うかり。被害者の自宅ではないですか？これもうちょっと携帯のストラップにさ、例えば有名大学ストラップみたいなのがぶら下がってたら、あ、この人のかもって思うかもしんないけど、どう？まさか、嘘だ！河津さん、あなたは嘘をつきましたね！携帯電話がここにある以上、警察に通報できたわけがない！ぐわはは！イリュージョンすぎる。これが、見抜きマジック？確かに、あの晩私は携帯電話を持っていませんでした。だから、警察への通報は公衆電話を使ったと言えるでしょう。公衆電話、携帯電話ではなかったのですね。嘘をつく必要は？その公衆電話、一体どこですか？それはその、あえて厳密かつ正確に示すのならば。およそだいたいこの辺りでしょうか。あ？でけえ、事務所ぐらいある。事務所ぐらいあるわ。なるほどね。結構公園から離れていますね。しかし、なぜそんな嘘を？それは当然。携帯電話をなくしたことを知られたくなかったのでしょう。何しろ見つかった場所が。被害者のお宅のガレージだったわけですから？どういうことだ？あなたは事件当夜、
うかり外科医院のガレージに不法侵入していたことになります。この携帯電話がそれを物語っている。すごいや。バカなこと。それじゃあまるでこの私がそのうかり医師の命でも狙ってガレージに潜んでいたように聞こえるではありませんか。そうなの？まあ実際うかり医師はその晩殺害されたわけですからね。いやいや、そんな言い方はルール違反と言えましょう。確かに携帯電話を紛失して困っていたのは事実。しかし、それが事件当夜のことだったかどうかはわからない。いかがですか、弁護人。その、携帯電話が事件当夜落とされたものであるならば、確かに事件との関連性が気になるところですが。あ、買わず凶作のものですか。あ、そうですか。これスライドとかしないんですかね。スライドとか電池のパックとか開いたり、時計とか、何時になってるこれ。1、2、3、9時半。9時半？関連性ありますか。チャンスですよ。殺人の罪あの人になすりつける。せめて結びつけるって言ってくれないかな。真実とはどうだろう。証拠品はあるんだろうか。携帯電話が落とされたのが事件当夜だと立証する証拠。9時半。10時以降ドス、健康診断。ガレージで発見。あ、でも待てよ。車、そうか。車が帰ってきてから落とされたはずなんだから、ミラーでいいのかな？そういう感じでいけるかしら。もちろん証拠があります。大した自信だ。いいと思うよ。どうでも。なんだ？それでは展示していただきましょう。携帯電話が事件当夜に落とされたことを示す証拠は、あれ以降動いてないってことですよ。皆さん。他に交通事故のあれはないし。それはドアミラーですか。実は、うかり氏の車は事件当夜、交通事故を起こしているのです。交通事故？その通りです。これが何時なんだっけ？人情公園、現場に近い場所で事件当夜の午後9時過ぎ。うかり院長はある人物を跳ね飛ばしているのです。すごい！交通事故を起こして、リアカーを引いて。大変ね。それが何だって言うんだ。車庫に車が入ったのはその事故の後、つまり、事件当夜の午後9時過ぎということになります。もしそれ以前に携帯電話が落とされたのであれば、車庫に車が入った際引き潰されてしまうはずです。なるほどね。携帯電話はタイヤのすぐそばに落ちていたのですからね。汗すごいね。つまり、河津さん？あなたがこれをガレージに落とすことができたのは、事件当夜午後9時以降しかありえないのです。うわぎゃー！これ何も関係ない時に携帯突きつけたらさ、何ですかそれって言われんのかな。あ、それはみたいになんないのもおかしい気がするけど。証人、事件当夜あなたは被害者のガレージに侵入していたことになります。まさか弁護人、あなたはこの証人をうかり照夫氏殺害容疑で告発するつもりなのですか。どうだろう、それほどまではいかない。いや、やめてくれ。悪い冗談だ。刑事さん、何か言ってくれたまへ。検事さん、ちなみに、そのかわいそうな証人のために言っておくと、河津凶作とうかり委員の間には何の関係も見つかっていない。あ、そうなんですか。今のところ、こいつ以外は、どうやら次の証言が大きなポイントになるようです。
よろしいですね、証人。はい。あの動揺、罪を隠した顔だ。見えるぞ。どう思う、みぬきちゃんは。違うか。まだ違いそうだよね。これは次の日に持ち越してほしいよね。河津凶作の真実。なんか急に真実に近づいたな。あの晩は、そう、スーパーに買い物に行ったのです。この時もまたページいじるかな。その途中、携帯電話を落としたのでしょう。これいじってると言える？そしてその道すがら公園を通りかかって事件を見た。犯人も被害者も屋台もはっきり覚えているのです。屋台も？なんかすごい。帽子の上の紐のところがさ、チカチカ光って。ちょうちんあんこみたいやね。あの人です。確かに現場で被告人を見たんだ。たほーん。ですが、携帯電話はガレージの中に落ちていたのですよね。まあ、私の携帯電話はこの通り。とてもよく転がるタイプですから、坂道で落とすと大変なのですよ。転がるかな。ごく普通の携帯電話に見えますがね。とにかく尋問お願いしましょうか。変だな。俺の腕は今回は全く反応しないぞ。どうやら癖は出てないみたい。あ、あれは違うんだ。見抜きも何にも感じませんでした。チートすぎるだろ、このコンビちょっと。今回は実力で勝負ですね。大丈夫だ。よな？驚きホスケ。そんなことされたら何もできないよ。嘘とかさ。じゃあそのうちきっとめちゃめちゃ嘘が上手な証人とかが出てくるんだろうな。え？腕はいつもあんな感じで出てくんの？ちょっと邪魔くね？ちょっと邪魔くない？買い物に行ったということは、事件を目撃した時スーパーの袋を下げていた？え、アキネーター？え、それはもちろん。ちなみに検察側にはそんな所帯じみた報告は入ってないね。そうなんだ。証人、どういうことですかな？いや、行くには行きました。お菓子を試食しながら試作しつつ売り場を散策。私にとっては宝石のような時間なのです。そんなにあるかな、お菓子の。まあでもお菓子の試食ってなんかさ、お菓子の棚に昔は埋め込まれていた気がするな。店員の迷惑も考えるように。あっさり蹴飛ばされましたね、河津さんの宝石。とにかくあの夜、しこたま試食してスーパーから帰宅するところだったのです。まあ、試食いっぱいある店は楽しいからな。そういう人もいるべな。その時、うかり院の前を通りかかったわけですね。地図はどうだ？あ、閉じたわ。パタム。まあ、その通りですが。何ですか？今のあまりに不自然な間は。河津さん、詳しく教えてもらえますか？スーパーってどこよ？事件等やあなたが通った道順を正確に。よろしいですとも。どれどれ？お前んちどこだよ？スーパーは大通り沿いのここにありました。スーパーからの帰り道。うかり院の前を通りかかりました。まあ、こっちからね。おそらくこの時、携帯電話を落としたのでしょう。私は不幸にもそれに気づかずに歩き続けた。まあ、確かにこれ公園通ると近道ね。そしてあの運命の公園に差し掛かったのです。道すがら公園を通って事件を見た。公園にはどの入り口から入ったんですか？そうですね。あえて言うならば。うかり委員側の入り口から入ったと言えるかもしれません。被害者が使ったのと同じ入り口だね。何か気づいたことはありませんでしたか？例えば、屋台の車輪の跡とか。特に記憶にはありませんね。しかし、車輪の跡は見逃しても事件の跡は見逃さない。跡？それが私なりの流儀なのです。瞬間では、犯人も、被害者も、屋台も。
やっぱりここがポイントだよな。やっぱり？犯人、被害者、屋台、詳しく聞いてみるか。え？じゃあ屋台だな。屋台のことまで覚えているんですか？もちろんそうでしょう。理工学部の学生たるもの、観察力と好奇心が命ですからね。そうかな？屋台ののれんに書かれていた屋号もはっきり覚えています。え？確か、出てこない。もうここまで、焼き豚屋でしたね。あー、そうかも。はっきり覚えてる割には大苦戦でしたな。屋号ですか。さすがにそれは関係ないでしょ。いかがですか、弁護人。どうだろう。あの屋台の屋号か。そういえば屋台って調べてたっけ？焼き豚。焼き豚ね。あ、なるほど。反対から読むと焼き豚。うわー、めんどくせー。こっちから見た場合は、そういうこと？向きとかある？あれ、これって逆じゃないですか？書き方。ああ、いいんだよ、それで。こういう時は屋台の前の方から書くものなんだ。あ、つまり、右から読んでも左から読んでも同じ名前にすればいいんですね。まあ、まあね。まあ最終的にはそういう結論になるのかな。肉の国とか。え、なんかハンバーグ屋さんでない？国みたい。肉の国。凄まじいな。何の屋台なの？焼き鳥屋さんをイメージしてみました。肉の国。行きてえかも。今日は肉だって日は、そうかも。前からも見れる。そういうことか。重要か？屋台の名は焼き豚屋？どうやら、弁護側は極上の証言を手に入れたようです。ペロリ。おほー、その屋台のラーメンはそんなに美味しいのですか？今度行ってみることにしましょう。一発で高血圧でアウトですよ、裁判長。それでは、ただいまの発言を証言に加えていただきます。あ？ふん！我が理工学部の学生食堂名物、理工タンメンのスープ。そのために入学する者すらいるという伝説の味をおすすめしますよ。いいな。ん？ちょっと食べてみたい。ね、ちょっと食べてみたいわ。焼き豚屋ねえ。焼き豚屋？本当に間違いないですか？あ、ポンポン。唇に油がつきそうな名前だわね。あ、もう一丁ポンポン。もう一丁！ああ。断言しましょう。ありません。ん？なんだっけ？この河津の辞書に間違いの文字は、あ、河津の辞書だったんだ、それ。何を調べてるんだよ。焼き豚屋、美味しそうな屋号ですな。そう、俺にとっても美味しい屋号なんだよな。ん？変な驚きさん。ん？まあ全部喋るかな。こういう時はね、余裕を持ってね。それは本当に同じ質問に挑むしないでください。追試はもううんざりだ。何ですか、追試って。頭のいい子には関係のない無駄な知識だよ。そう。ミトコンも。ミトコンもね。なんだったっけな、生理学なんか、大学1年の時。一夜漬けで、初めてレッドブル飲んでみるぞって、レッドブル飲んで一夜漬けで挑んだら、次の日、私カフェインがすごい弱いから、カフェイン取りすぎてめちゃめちゃお腹緩くなっちゃって、推薦になったという記憶があるな。一気に切り込める球種を探すんだ。癖が現れていない、つまり嘘はついてないみたいです。なんだ、またこいつの力を借りようと思ってたのに。でもかなり動揺してます。今がチャンスだと思います。お、さすが勝負師の娘だね。目が怪しい感じで光ってるぞ。あら、あやぴか。見抜きマジシャンです。あやぴかか、混乱させるか。でも、まあ、これはあれよね。私が屋台をはいって出せば、そうよ。驚きくんがね、いい感じにやってくれそうだわ。
意義あり。間違いありませんね、焼き豚屋。こう見えても教授からよく褒められているのですよ。ええ。河津くんは目だけはいい。あら。間違いなく焼き豚でしたね。そうですか。なんですか？その人を憐れむような目は。とにかく、上面図を見ていただきましょう。上面図をいただきます。あなたが屋台を見た場所は、そういえばこの上面図あったな。ここですね。少し見づらいですけど。そうですが？それでは屋台をよく見てください。そののれんに何と書いてあるか。こっちから見ると、屋台のご主人の名前が書かれています。やたぶきやと。やたぶき。バカな！確かに焼き豚だったはずだったのだったはずだ！ん？ふむ、どうやらこの証人は目すら悪いようです。あらあら。さあ、それはどうでしょうか。この証人が見た屋号、それが全てを変える。証人が見た焼き豚の文字、それは、まあ、裏から見たんやな。この公園で一箇所、屋台の屋号を読み間違えることができる場所があるとしたら、すごい。なんですって。そんな言い方。弁護人、一体それはどこですか？証人が屋台を見た場所。ここか？これ何？木？木かも。木だ！木でしょ。木です。それはここです。屋台を挟んで公園の反対側。あ、まあ、木ってわけでもないわね。どういうことですか？屋台の南側から見たとき、のれんにはやつぶき屋と書かれています。しかし、くるーん。反対側ののれんを普通に読んでみてください。あ、焼き豚屋、美味しそう。本来は右から読むのが正しいのでしょう。でも、河津さん、あなたは嘘をついていたことになる。実際はあなたは公園の北側で事件を目撃していたのです。嘘つくねー。うわー、バレたー。あ、意義あり。ナンセンスだ。なんですって？公園の南側から見ようと北側から見ようと。そこにどんな違いがあるというのかな？そうですとも。南は北につながり、逆もまたしかり。地球規模で考えれば方向感覚なども無意味なのです。言われてみれば、あまり状況は変わらないのか？そうでしょうか。強キャラ集すご。みぬきちゃん？あの人の証言、思い出してみてください。なんか、大変なことになるような気がするんですけど。大変なことに？ああ、すごい。ニョキニョキした。こうして犯人と被害者の人が向かい合っています。そして犯人が武器を向けた瞬間、河津さんは叫び声を上げています。すごい。背景までちゃんと作り込まれてるわ。なんだあの小高い丘は。そして被害者が思わず振り向いたとき、犯人は拳銃を撃った。あ、こめかみね。こめかみだわね。だから、右のこめかみに弾痕が残った。これすごいね。右だの左だのの話だね、今回って。これは何の矛盾もありません。でも、そうか。もし、河津さんが公園の北側にいたとなると、すべては逆になってしまう。逆転ってこと？そう、もしここで河津さんが叫び声を上げると、被害者の首はこっちを向きますから。面白いな。じゃあ何これ、屋台の中から撃ったってこと？弾痕はこめかみの左側に残っていなければなりません。撃たれた距離とかわからないの？つまり、犯人のポイントに立っている人物は、
右のこめかみを打つなんて不可能なんです。確かに。そして、河津さんが公園の北側にいたとなると、傷の位置は全く違った意味を持ってくるのです。なるほど。もちろんそういうことだね、お嬢ちゃん。何ですか？被害者の傷はこめかみの右側にあったんですよね。それってつまり、公園の北側ですよね。北側、そこは証人、河津教授が立っていた場所ではないですか。すごっ。つまり、河津さんが北側に立っていた場合、被害者の右のこめかみを打つことができたのは、河津さん自身しかいないんです。なぜピストルを？ギャー！すごいことになってきた。静粛に。すごい。さすがなるほどさんの娘か。何も言えなかったね、驚きくん。俺が考え事してる間に勝負の場をひっくり返した。意義あり。結構狭いんだね、そこ。一つ確かめておこうか、おでこくん。結構狭くない？どうだ？腕が長い。何ですか？君は本当にこの大学生を告発するつもりかい？殺人罪で？あの証人の顔、とても無実には見えない。でもなんかすっきりしない気もするんだよな。あの人が真犯人？やめてくれ！僕は見かけによらずいいやつなんだ。友達だってみんなそう言ってるし。本当かな。それでは弁護人に伺いましょうか。どうする、驚き宝介。俺は河津さんを告発するべきなのか。そうか、パンツパンツ泥棒、おパンチ泥棒なのでは。確かに、河津さんがいた位置って全部パンツが置いてある位置だわ。他の罪で告発しちゃおうかな。河津教作は殺人犯ではないかもしれない。しかし、無実でないことは不自然な沈黙を見れば明らかだ。よーし、河津さん。あなたの沈黙の理由、白状してください。あなたの口から。この河津の辞書に白状の文字はありませんから。どうやらおでこくん、こうなった以上、君が立証するしかないね。彼の沈黙の理由。弁護人、あなたはこの証人を告発すると言いました。殺人以外の罪で、その考えを伺いましょう。殺人以外の罪？他に考えようがない。彼が、関わった殺人以外の事件を示す証拠品を提示しよう。それでは証拠品を提示してください。この証人が告発されるべき罪、それを示す証拠品とは。どっちのパンツがいい？どっちのパンツだ？なんでこの形のパンツなんだ？それでどっちのパンツがいいかな。パンツ、見抜きのパンツ。いやでもここで見抜きちゃんのパンツをドンと出すのは、ちょっと見抜きちゃんの乙女心があれだから。パンツです。あ、裁判長、パンツです。あ、ガリュー先生、あ、先生、パンツです。この痛いほどの沈黙、どうやら弁護人、何か言うことは。パンツです。もう一度考え直します。やっぱり違ったみたいだ。そうしてください。とりあえずペナルティを与えます。パンツじゃないの？では改めて弁護人の考えを伺いましょう。殺人以外の罪、他に考えようがない。彼が関わった殺人以外の事件を示す証拠品を提示しよう。この証人が告発されるべき罪。だってパンツが、パンツ。じゃあ分かった。見抜きのパンツだ。見抜きのパンツでしょ。その証拠は、こいつです。何が違うんだ。あっちのパンツとこっちのパンツで。
それは、パンツですか。あ、それ、見抜きの。かわいい。かわいいね。どうだ？どうだ？動揺してるぞ。だからそんな目で見ないでいただきたい。ちょっとこっちのパンツもあるんですけど。静粛に静粛に静粛に。承認。ん、どうかと思いますな、さすがに。だから、違うのだ。事件当夜、9時過ぎ。少女はパンツを盗む泥棒に気づいて、勇敢に後を追いました。犯人は慌てて逃げ出し、追い回しました。身を隠した場所こそがうかり外科医のガレージだった。ああ。ちなみにこのパンツは、こんなところに、車の排気パイプに丸めて詰め込まれていました。盗みの証拠を隠したつもりだったのでしょう。つまり、あなたは殺人犯ではないかもしれませんが、それはそれはいかがわしいパンツ泥棒だったのです。公園にも行ってたのに、だからその呼び方はいかがなものかと。オバのパンツも盗んだんでしょ？静粛に静粛に静粛に。承認。それはダメでしょ。だから、違うのに。あ、なんだ？それではあなたは、このことを告白する勇気がなくて沈黙を？有名大学の U は勇気の U。勇気ならば一山十円で売るほどありますとも。はあ、それではなぜ？私は有名大学理工学部に席を置く学士様なのです。理工学部の理は理想の理。我々理工学部の人間は常に好奇心を忘れない。え？好奇心？世の中の仕組みを解明していく、ああ、使命を持って。でも、それがパンツというのはまずいでしょう。あ、あなた方、何か恐ろしい誤解をしている。私はただ、そのパンツの謎を解明したかっただけなのです。へ、変態だー。そのパンツからタイヤが出てきたその謎を、あ、お客さんだったってこと？タイヤ？ま、私は見たのだ。その少女がパンツから、タイヤを、鍋を、ラーメンを、見事に取り出した奇跡の大魔術を。ああ、思い出した。お兄さん。最近毎晩ビビルバーに来ているお客さんだ。毎晩来てるならもっと早く思い出してあげて。え？見抜きのステージだよ。マジックパンツッツッ。マジックパンツッツッ。マジックパンツだったのね。どうしてもわからないのです。なぜパンツからほうきが出てくるのか。あのさ、みぬきちゃん。もう少しロマンのあるものを出しなよ。では承認。あなたは手品の種を知りたいばかりにその少女のパンツを、気安くパンツと呼ばないでいただきたい。私にとってはレポートの研究対象なのです。あのさ、もしかして。最近それと似た感じのパンツが盗まれる事件が多発しているけど、あ、ガリュウケンジもそれ知ってんのね。全部君が？申し訳ないとは思っていた。でも、軒先に揺れているパンツを目にするたびに、あ、今度こそその仕掛けがわかるかも。あの晩もそうでした。彼女に待ち中を今されながら真実をこの手に、私は歓喜の涙に結び、震えていた。それなのにまたしても、真実は？しかし、それだけでは説明がつかないことがあります。え？証人がついたもう一つの嘘、だね。え？事件を目撃した場所が、実は公園の北側だったという。あ、その通りです。なるほどね。もう一回使うんだ。なぜそんな嘘をついたか、その理由は何でしょうか？え？どうかな、おでこくん。え？さっき君は言ったはずだ。この証人を殺人罪で告発する気はないってね。ええ。
なぜ証人は目撃した場所に関して嘘をついたか。今になってみればその理由がわかる気がしないかい？だるきさん、表面図を見ていて一つ気になったことがあるんですけど、河津さんが立っていた場所の近くにあるこれって、これって、それでは弁護に伺いましょう。証人が目撃した場所を偽った理由を示す証拠品とはこっちで使うんだったんだって。なるほどね。その証拠品ですが、おそらくこれじゃないかと。ちょっと弁護人、パンツばっかり出さないでください。またしてもパンツですか。一体そのポケットにはいくつパンツが入ってるのかな。キャー、セクハラです。これが最後です。え、驚きくんノーパンってこと？こいつは公園のゴミ箱から見つけました。言葉のあやだね、今。上面図で言えば。ここね。証人の立っていたまさにその横です。まさか、証人これは。あ、そうですよ。どうせ僕は世の中の仕組みもパンツの仕組みも知らない男。じゃあやっぱり、これもあなたが。あの晩、私はガレージに追い詰められて、あら。泣く泣くパンツを手放さなければならなかった。結構追い詰められてるな。その時の気持ち、わかりますか？わかりたくないです。じゃあなんで、しばらくガレージに身を潜めて、パンツを諦めて家へ帰ろうとした際、少女のいる事務所を避けて公園の南側の入り口に向かった。もう結構知ってるな。事務所、あ、まあ事務所から盗んだからそうか。その時目に入ったのです。大きなお屋敷の庭先にはためくこいつが。キタキツネ一家の屋敷だと知らなかったみたいだな。今度こそうまく手に入れて帰ろうとした瞬間、今度はあの事件です。うかりさんの殺人事件。通報して警官の到着を待っている時、怖くなった。もしかしたら身体検査をされるかもしれない。それでパンツを。そう、心理の研究はこれでまた一歩遠のいてしまったのです。なんということでしょう。嘘、パンツ、パンツが結末ってこと？じゃあどうなったのこれって。どうやら本日の審理はこれまでのようですな。そうかな。あの証人はもう使い物にならないようです。そっか。一つだけいいかな。どうぞ下流検事。最後がどうであれ、今日の法廷で立証されたことがある。この被告人、北が殺人現場にいたこと。そして、被害者に凶器を向けていたこと。ちょ、しつこいわね。もう一つ。北には歴然とした動機があること。確かに被告人、北氏の容疑は拭い去られていません。滝田氏。現場に第三者がいなかった以上、犯行が可能だったのは被告人だけ。しかし、その一方で、被害者のこめかみの弾痕など謎が残っているのも事実です。検察側、弁護側ともにこれからの調査に期待します。宿題だー。オーライ。オーライ。大丈夫です。それでは本日の審理はここまで。これにて閉廷しまーす。ガラ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 。これにて閉廷。ガラガラガラ。